時刻は午後六時を回りました。二千十五年十二月十三日日曜日、イブニング・アベニュー・スタートです。 さあ、はいはい、FM 小沢お聞きの皆さんこんばんは,こんばんはあゲストさん<あ>後々お呼びします、ね、<laughs> はいすいませんちょっと今はい <laughs>、はいえー、この時間ですねリスナーの中野町和樹さんこと玉置和樹が、まあ、1時間気ままにおしゃべりしたりスポーツの結果をお伝えするイブニングアベニューという番組をお伝えしてまいりますもちろんこの番組でもメッセージコメント募集しております メールアドレスは7 6 1 f m k f m c o z a j p 7 6 1 f m a r k f m o z a j p ですファックスは 098-934-8653098-934-hello, コザまでお送りくださいツイキャストユーストリームでも番組同時配信しておりますので 地上波76.1メガヘルツが届かない地域のリスナーの皆さんはそちらの方でお楽しみくださいそれでは早速天気確認しておきましょう沖縄気象台のウェブサイトによりますと今日はですね本日13日は沖縄本島地方と大東島地方高気圧に覆われているため、えー、晴れているという状況ですね今日は青空が広がって日差しも少し強い感じでしたけども明日はどうでしょうか 明日14日は沖縄本島地方は午前中は晴れる見込みですが午後は湿った空気の影響で次第に曇るでしょう。とのことですね風は東の風、後に北東の風晴れで夕方から曇りという予報波は1.5メートルでうねりを伴うでしょう降水確率、午前0時から6時までが0%。 午前6時以降は10%となっています明日朝の那覇の予想最低気温は18度日中の最高気温は25度まで上る予想が出ておりますそれではこの時間の、えー、と道路の状況も確認しておきましょうまずは高速道路沖縄自動車道沖縄、えー そうですね下り車線沖縄南インターチェンジから北インターチェンジの間で故障車があるということですね池東バス停付近下りの車線で故障車が出ているとのことですまた西原インターチェンジの上りの車線で少し渋滞している区域がありますね一般道本島中部の一般道ですけども この時間ですねああ、各地渋滞しておりますねまずはライカムから図形欄に向けての道で混雑が発生しているということですねまた、えー、図形逆の方向の図形欄からライカムにかけても渋滞している区,区域は一部あります戸、えー、口交差点から 石田交差点にかけてもですね戸口から石田に向かう道でも、えー、途中渋滞している区域があります西海岸国道58号線茶壇交差点付近那覇向けの車線が、えー、渋滞しておりますねまた逆の方向那覇から茶壇交差点向けにかけても渋滞している区域ありますまた、えー、北向け 伊佐交差点付近も渋滞しているという情報が入ってきております FM 小座があります沖縄市の国道3 3号線中央パークアベニューの入り口はまあ、普段と比べますと少し交通量が多いですけども今のところは車スムーズに流れておりますはいこの後も安全運転でお過ごしください ははいそれではスポーツの結果いくつかお伝えしてまいりましょうまずはバスケットボール BJ リーグから今日は琉球ゴールデンキングスは、えっと、ホームでデーゲームを行いましたけどもその結果が入ってきておりますはい今日琉球ゴールデンキングスは富山グラウジーズを迎えての一戦でした 95対80で勝利を収めたという情報が入ってきてますねキングス今日の試合95対80で富山に勝っていますその他今日行われた試合午後1時ティップオフの石川対長野は75対70で石川が勝ちました午後2時試合開始の青森対島根は78対59で島根が勝っています 秋田対高松は九十五対七十二で秋田が勝ちました。埼玉対広島は百六対八十一で埼玉が勝っています。京都対群馬は六十八対六十で京都の勝ち。大阪対岩手は七十二対六十七で大阪が勝利。えー、奈良対横浜八十三対七十七で横浜が勝っています。 福岡対東京は98対73で福岡が東京を下しています大分対福島は98対85で福島が白星仙台対浜松は83対69で浜松が勝っていますまた、えー、滋賀対新潟は70対66で新潟が勝利しているとの情報が入ってきています日本ハンドボールリーグ第5週 今日は4試合が行われました、えー。琉球・コラソンは静岡市中央体育館でのゲームでした。枠永製薬との対戦で、残念ながら21対24ではい敗戦となってしまいました。まあ開幕は3連勝でしたっけ、まあ。なかなか劇的な勝利もありましたけども、その後苦しい5連、これで5連敗になりますかね。ちょっと苦しいシーズンになっていますけども、 その他、トヨタ防食九州対北陸電力の試合は30対19でトヨタ防食九州が勝っています。大崎電機対トヨタひ東日本は27対20で大崎が勝ちました。トヨタ車体対トヨタ合成は37対30でトヨタ車体が勝っています。さて、ハンドボール女子のハンドボールの。 世界選手権が現在デンマークで行われておりましてで日本はグループリーグ1勝4敗でしたかね残念ながら決勝トーナメント進出にはならずにですね順位決定戦に回ることになってしまいました織姫ジャパンはあの先月でしたっけ名古屋での アジア予選で韓国に敗戦ということでね、まあ、この後、えっとまあとリオデジャネイロのオリンピックの出場権をかけて、まあ、世界最終予選戦っていくことになるんですけども、まあ、決勝トーナメント今回です、ね、2015年この世界選手権で決勝トーナメントを決めた国ご紹介しておきましょう。はい 現地時間の13日、日そして14日に決勝トトーナメント1回戦が行われますその対戦カードドイツ対ノルウェーブラジル対ルーマニアデンマーク対スウェーデンオランダ対セルビアスペイン対フランスポーランド対ハンガリーロシア対韓国 モンテネグロ対アンゴラという組み合わせになりました、はい、続いてアメリカンフットボールの甲子園ボール、まあ、大学の、えー、まあ日本一を決める試合がですね、今日阪神甲子園球場で行われましたその結果お伝えしておきましょう まあ、あの先ほどですね。bs1 ではその試合の模様が流れていましたけども。今回の甲子園ボーラーですね。関西代表の立命館大学パンサス対関東の早稲田大学ビッグベアーズとの対戦でした。非常にね。行き詰まる接戦で最後フィールドゴールで試合が決まるかという場面だったんですけども。その早稲田。の 逆転フィールドゴールは決まらずに結局ですね28対27で関西の立命館大学が5年ぶりの優勝を果たしましたというわけであのまあ立命館は来年の1月3日でしたかね東京ドームで行われるライスボールに出場が決まったことになりますねまあこのあと社会人のジャパン X ボールがありますけどもそこの勝者と。 戦ううとということになります、まあ、スポーツの話題、いろいろありますがちょっと伝え、時間がなくなってきましたね、はいあの水球のアジア予選が、えっと、16日からだったかな、中国で行われますね、今回はちょっとあの中国側がテレ日本側のテレビ中継をさせないみたいな話でいろいろ騒ぎになっていますけども、果たしてどうなっていくんでしょうか。まああの その直前のです、ね、走行試合というか強化試合が金曜日に行われまして今日の深夜にです、ね、BS 朝日で放送があるそうなのでぜひ気になる方はチェックしてみてくださいまた同じ時間帯には BS 富士ではトランポリンの世界選手権の放送がありますはいスポーツも盛り上がってきておりますねさあそれではお待たせしました本日のゲストのお二方に 登場していただきましょう。すみませんね。はい、はい。こんばんは。こんばんは。い。こんばんは。どうぞあの自己紹介お願いしてだい。はい。<laughs> 誰からますか。私。はい、えー、私はですね、えー、オーナソンから、えー、来ました、えー、東洋住建の山城と言います。はい。私はい。ニーノです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。まああのこのお二方はですね。 F. M. ウールマで毎週月曜の夜8時からでしたっけ。はい、やってます。あの女村という番組のパーソナリティを詰めている、あのお二方でそうですね。はい、ま、はい、さん、にんのさん。はい。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではい、あのコメントいくつか。ツイキャスに届いているので、ご紹介しましょう。沖縄大好きさん、皆さん、こんばんは。ギャラリー前で見ています。はい。 そして現在、パーカーベニュー前では交通量調査中ということでそうですねパーカーベニューの入り口の方では交通量調査の方がね車の,あの数を数えてね長時間頑張っていますけどもはいそしてユうキーさん、FM ウルマは朝の出勤の時に聞いたりしますということでおーユーキーさん、ウルマをチェックしてるんですね、こ座だけじゃなくて。 まあ、あのどんな番組なのか、女村というのは。といったところから、まず紹介をお願いしていいですか。はい、そうですねあのうちの番組は、えー、月曜日の8時ですね、えーまあ、30分しかないので、えー、新野さんと音楽関係のです、ねはい、話をしていると、基本はもうあの、音楽かけない番組を目指しています。 生放送、生放送のポイントがあるので、この生放送で何ができるかなとそうことを、音楽にちょっと関係したことで、情報を入れながら、イベントであったりね、こういうのを話しながらできたらいいなということで、積極的にゲストを呼んで、実際にそこでの生演奏。 お送りできたらいいなっていうことでやってます。そうですね。はい。ニュースモースだのマイクに近づいてもらっていいですか。はい。お願いください。はい。ありがとうございます。はい。とはいえあのね音楽本当に流れてないわけではなくてですね実はスタジオ内で生演奏をそうですね。そうですね。はい。されているということで。お、ねはい。うんはい、あ音方はミュージシャンとかではないです、ね。あのニミュージシャンですかね。結構好きではあります。 好きですねその関係でです、ねまあ、うるま市の友達が集まったりしてですね、はい、でそこのエグジットカフェっていう店の、ま、マスターが「船橋で、うん、演奏したいと」といきなり言い始めて本当にやるのかなと思ったらですねどん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 半年かけて船橋であのライブしてきたんですよ。 お、あの船橋で<あ><島>。すみません、あの千葉県千葉です。船橋まあ、彼、その彼が、そこの出身でですね。<ー>そうこうして、あの、まあ、いろんな、あの、あの。ハプニングというか、まあ、そんなことがですね、まあ、あの出会いが起きて、やったり、もしてるんですよ。うん、音楽仲間、石川にもいます。は、ね、小沢も多いですけどね。はい。はい、そうですね、あの、山下さん、ニーノさんの、小沢の昔話もいろいろ。 あってですね。はい、そ,すねそれも後ほどお伝えしていく予定なんですけどはい。はい、えー。リスナーの沖縄大好きさん、はい、FM クルマを聞いてみようかなって。はい、まあ小沢さんで聞いてくださいね。<laughs> 大丈夫か。さ、はい、んと小沢のヘビーリスナーではありますけど。はい。そして大好きさん、スタジオで生演奏すごいなとコメントが届いております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、そうまあ生演奏と言いますと結構あのちょっとした音楽のお勉強みたいな感じの。 こともやってたりしますすそうですねままああのーま、た僕らあの、えー、2コードとかですね3コードとかまた5コードとかまあ優しいまあ皆さんが馴染んでもらいたいなという、まあ、話をしたりのまあ音楽情報ですねということとかちょっと昔触ったけども、うんはい、ねそのままあの家の片隅にケースに入れたままギターがあるよ。 いいいう方が結構いるじゃないですか、はい、でそういう方が、まあ、引っ張り出してきてくれてちょっとやってみるかというきっかけになったらいいなというところでですねあの、まあ、ちょっとハーモニカ上手な、ねえー、人がいらっしゃったら時はちょっとハーモニカ1本目は何買ったらいいかなとかです、ね、こんな話とかギター最初、ねえー、始めるんだったらどんなギター買ったらいいかなとかです、ね、こんな感じで、まあ、あの思い出したように始めてもらえる人が増えたらいいなというところをちょっと考えながら。はい えー、話をしたニ新野さんはですね、ま、たあの楽器がまあ得意でもありますけどまたあのアンプを直したりい,うのいろんな技術を持ってるんですよ。<ー>でもそういう話をしていったら、まあ、誰かがねまたあの助かったりしないから、うん、したらいいなとかですね。アンプが壊れたりするのもまた直したり、うん、またあのいろんな、ね、機材をね直すこともできるしううパソコンに詳しいもんですから、はあ、その辺のまた情報ですね。 またこういうあのえっとスマホのいろんなね情報っていうかそのね今現在まあ便利になってるもののちょっとしたこう熱情の情報も話したりしてますねそうですねはいはい次、はい、はメール通えていますのでご紹介しますイブニングネーム沖縄大好きです和樹さんゲストさんこんばんはこんばんは沖縄を愛する沖縄のラジオリスナーイブニングネーム沖縄大好きですさて今日のテーマは 今日の夕飯カレーなのに肝心のご飯が炊かれていなかった話ではなくテーマフリー、うん、ゲストの皆さんこんな感じでいつもテーマボケを出していますということでなるほど <laughs> 仕事が早く終わり学ラジから、まあ、ガクラジというのは先ほど放送されていましたあの、はい、専門学生の番組なんですけども楽、えー、ラジから FM 小僧のギャラリー前で聞いています、はい、今週は職場の健康診断がありました 社会人になって初の健康診断で緊張しましたが、知ってる人もいたのでちょっと安心しました。身体測定や採血などを行い、帰りは自宅で休んで食事をしていました。 その後は銀行に行ったりダンパチもしてきました、うん、皆さんは健康に気をつけていることありますかでは最後まで放送千葉ようということではいありがとうございます山城、はい、さんは昨日ね夜遅くまでね <laughs> 小沢の界隈でいわいでか、ね、なりあの、はい、音楽を楽しまれたということですはいうす、ね、こういう飲む期間も早くこの時ありますからす、ね、先ほども本当に健康に気をつけてほしいって言ったんですけど確かにですね私57歳なんですよあははでまあ同級生集まったんですけどね はいはい、でやっぱり,、まあ、やっぱりあのみんな健康であのライブっていうか、ねあのえー、ダンスを踊ったり、はい、みんな健康で、まあ、その笑顔とです、ね、その健康な顔を見たらです、ね、また余計元気になるったというまだまだあと20年遊ぼうぜというふうにです、ね、昨日、えー、ジャンバラ屋という店で5時でした、夜中の5時。 5時い朝ですね,、まあ、そうですね朝です気をつけます健康にもみあ二野さんは特にちょっと健康で、はい、ここは気をつけているってことですか、ね、ここは気をつけている、まあ、食べたいものを食べることですかね <laughs> 気をつけてないねこれね <laughs> 食べたいもの食べる、うん、そうですねあとは、まあ、体が欲してるんじゃないのと いうことで自分の都合で考えてますけどまあね、えー、でもちょっと脂っこいもんは最近、うん、あんまり食べないようになってきましたうん、うん、ね脂っこいもんはやめとこうみたいな感じでうん、うん、ちょっとずつ抑え気味にしてますかね、うん、はいそんな感じです、うん、僕はまあ酒やめたいなと思いながら20年ぐらいになるんですけどね徐々にやめていきたいなと思うんですけど <laughs> なかなかうまくいかなくて。 でもノニジュースとかですね、ちょっと体の調子が悪いなと思ったら、ノニジュース飲んだり、薬草でですね、薬草を飲んだり、いろんなこと、をイヤやってますね、カルシウム飲んだりですね、カルシウムね、取らないとね、骨そういうのも大事ですよね、気を使うことはですね。ちょっと話変わるんですけど、番組のタイトルが、女村ということで。 こちらはあの女村そうですね私が女村出身で、うるまあ、市石川という、まあ、町があって、で女村というなんかそ,その町に背を向けた形で、なんかあのまあ、独立というのかなあの、えーこのあの、リゾートではあるんだけど、はい、何かこう一体感がないというので、まあ、女村という、まあ、ラジオで、まあ、女村も。 まあ知ってほしいなというのがね、まあ、あの一緒だよという形をで,ですねアピールしてい,いる感じですね、うん、はいまあ女村は、まあ、女村はですね、うん、西かあの本島の中部と北部をつなぐ西海岸のこうリゾート地なんですけども、はいね、新野さんも女村、うん、女村住んでおりますやっぱり、うん。 いい街ですか、村というか。そのがらっと雰囲気変わりますよね。まあ、はたから見ても。まあ、この辺に、まあ、そうですね。小沢にから、小野村帰ると。ま、全くの、ね、風景が違うっていうのね、やっぱリゾートいうね。あは自分でもわかります。景色は得した気分になります。得した気分ですね。深呼吸して。でも、本当に、あの。自分はもともと、ね、関西の方でしたから。はい。 あのこの綺麗な海を見るために往復5万かけて来ないといけなかったわけじゃないですかそう考えた時にねちょっとあの仕事終わった後にね、うん、5時過ぎぐらいに女そんでリゾートホテル行けるんですよ、うん、その日に、うんうん、これも5万ぐらいの価値がある感覚なんですね、うんうん、はいこの差はあるんじゃないですかね多分ね,ね、うん、ずっと沖縄にいらっしゃる方はこれが普通になってると思うんですけども、うん あの自分たち、ね、もともと関西にいた人間から見ると、うん、もうこれ、5万の価値があるんですよ、うん、感覚的には。うん、今、飛行機安なってますけどね、なってますけど、その当時、まあ、往復したら、もう5万、当たり前みたいな感じでしたビーチも無料ですから、あのリゾートの中に入って、ですねで僕ら、まあ、子どもたち遊ばしたり、ですから、まあ、田舎ですけど、遊園地みたいな、もう子どもにとってはですね。 とても、あの、リッチな遊園地ですよ。おのさまですね。何でも、お、あ、この方も、まあ、その。えー、ルーナスサンスホテルとか、マンダービットですね。遊びに行って。子供たちを遊ばしてもいいと思いますね。自然の。リゾート、の、リッチですよ。<laughs> <laughs> いいですね。はい。そう、自然豊かな感じ。はい。はい ツイキャス方からコメントをいています。沖縄大好きさん、朝の5時って早晩の日に起きてる時間ですって。<laughs> <laughs> そして時間があればうるま市もう女村もドライブしてみたいです。いいですね。まあうるま市は東海岸の独特のあの落ち着いた静かな雰囲気を持っていますし、うんうすね、女村その西海岸一帯というのはね、やっぱり夕日が暮れてこうリゾートのとかビーチがたくさんあって賑やかな感じが。そうですね。はい、両方ね楽しいですね。はい はい、それと、大学がですね、まあ、できたために、あのまだそういうリゾートのお客さんだけじゃなくて、あの外国人がですねこう歩いてるんですよ。そうなんで、すかなんで、まあ、この10年ぐらい前の雰囲気とは違った、また女納村というのが、ですね結構の外人がですね、うん、外国人が。大学院大学ができてですね、そういうところはまあ変わってますね、この10年。うん女 はい、女村も少し使わってるんですね。そうですね。それで一旦ちょっとこちらでお知らせの方を挟みますね。はい。はいエフエム小田からエビニングアベニュー生放送でお送りしております。 FM こざからイブニングアベニュー生放送をお送りしております時刻は6時30分を回っています本日のゲストはお隣の FM ウルマの毎週月曜夜8時から放送されています女村のパーソナリティの山城さんとニー野さんお二方と迎えてお送りしておりますはいよろしくお願いします番組後半もよろしくお願いしますツイッタのコメント沖縄大好きさんからうるま市といえばかつれん城市 かなわりが有名ですねというコメントが届いておりますそうですね歴史的な建造物もありますよねうるむですねうあの上でビール飲んだらおいしいですよへえ降りてくちょっと風が強いイメージ気持ちいいですよ気持ちいいですよ最高そこまたコンサートがあったりもするんですよね何かのねあねそうですねはいはい もう最高な場所というかね、シチュエーション、そうですね、うんで。昔は、すみません、昔はあの中宿城,城市で,です、ねまあかつれん、こっちのカツレン城市なんですけど、中宿城,城市で、ニューイヤーバンドですね、があったんですよ、はい、大晦日から朝にかけて。<laughs> ニューイヤー 雨降ってたりね寒かったりした思い出がありますねうんもう,もうニューイヤーですからもう夜中からもうカウントダウンして朝までまたロックバンドやってるんですよやってましたいやー <laughs> すごいですねはいお城でね、うん、<う>最近あれでよね、うん、あのプロジェクションマッピングであっ m i s、うん、が来たり いろいろビッグネームっていうか車も頑張らないとね沖縄島かなそういうわけであの山下さんーナさん結構この辺りちょっと前の時代の小沢ご存知ということではい僕もこの小沢にお世話になりましたもう青春時代ですね古い方からいきましょうかそう古い方からいきますとですね いやあのねえー、僕らまあ不良だったんで車もうバイクもない時代からで,す、ね、で女村から4人ぐらいで,です、ね、あのタクシー乗ってちょうどこの FM 小座の上チャンピオンってやってたんですね。 で、あのー、どんどんね、あのーえー、スモークウォー,ー,ーターやってくれとかですね、まあ、いろいろあの、えー、ハイウェイスターやってくれとかですね、生バンドだったんですね、すごいですよね、すごかったですね、うん迫力も、スタジオの上で、真上ですね、熱狂的なシーンが繰り広げられてたと、とその頃は泥ですかあ泥ですね、はい、ドロだっんですね。 古いです私もね B 円じゃなくてよかった <laughs> ドルで来てましたね本当ね、うん、はいいや、うん、すごいな <laughs> ニノさんはまあ関西にいたということで、はい、そうですね、はい、まあ5万円かけて沖縄に来たそうですねもう飛行機乗ってねえー、まあ観光で来るんですけども、はい、もうだんだんこうなんていうの仕事 の休みはもうゴールデンウィークと夏休みと正月休みのこの3つじゃないですか、長い休みというと、このな長い休みは必ず沖縄にみたいな状態にだんだんなってくるんですよ、<ー>もうな沖縄になんか家があるんかぐらいの <laughs> 勢いでですね、えー、来てましたね、うん、これはそれ、あなんていうんですかねあの、もうほとんどこっち来てパチンコしたりですね、<ー> <laughs> 普通の生活をこっちにしていく。 やるというのがなんかちょっと、ゆっくりしてました、本当に、こっち来て、普通の生活を、そんなでしたねその時も、コザそうですね、その当時はコザが異国、異国情緒みたいな感じで、ですねルルブとかああいう本にも、観光の本ありますよね、ああいうのに紹介されてるっていう感じで、なんと恩納村の方のホテルからバスが出てるんですよ、ナイトツアーって。 ホテルからバス、本当に大きいバスですよ、3、4人乗れるバスじゃなくて、ですね60人ぐらい乗れるバスにぎっしり観光客乗っけて、そのまま、あれですよ、ピラミッドの前に止まるんですよ、ピラミッドに吸い込まれていくんですよ、全員が。で、帰りのバスはないんですよ。 時間わかんないじゃないですか、もう2次会、3次会行く人もいれば、ああもうね、うん、すぐ帰る人もいるので、うん、帰りはタクシーでご自由になんですけど、うんうん、自由に帰ってくださいねなんですけど、行きだけはあの午後の7時とか、6時何分とかっていうので、リゾートホテルからバスで、うん、あの ピラミッド前に着くんですよ。そんな時代がありましたということはピラミッドさんがバスを出したのかなじゃなくて、ねあの旅行会社さんがオプションでね、通ー会社さんがありますよね、JTB とかいろいろありますよね、そういうところがバスを企画したら、それだけ人気があったわけですよ、ここに来たい、でもお酒飲まないといけない、レンタカーではいけない、なりますよねだからとりあえず乗っけてきて、落としてくれるんですよ。 そういうのがありました、片道だけでも安くつくってことですよね、タクシー、往服だったらね、結構な値段になりますからね、今もやってほしいですね、コザのどなたか、今、ラジオの聴いてる人がね、これを聞いて真似して、ですねバスでね、5台、10台、どーんとね、女野村から連れてきてほしいですね、そうですねそうなってほしいですよ。はい どこにおろすかが考えないといけませんね。まあ、でも、ここでおろす。音一番前ぐらいでおろしますか。ええ、もう、小座前、ね。え小座前。まあ、そうですね。本当そう思います。たくさん暇なしてる、あの、かん、観光客ね、いますね。はい。ディープな小座を見せてほしいですね。ああ、僕はお世話になってますから、小座に貢献したいです。なるほど。はい。素敵。 山下さん、はい、その当時いあの行きつけのお店だとかありますかえっとですねまあこのチャンピオンじゃないですか、はい、それと,、えー、っとちょうど今の、えー、ミュージックタウンの場所にあったもう壊されたんですけどねその前にあのミ,ッミッドナイトがあって、えー、またその近くの FM こだから近く,で近くのキャノンっていう店があったりあキャノン聞いたことありますねたくさんありましたねはいはいはい、はい、たくさんあ でも、はしごですよ。へすべてが。生バンド。でも、今の数と昔の数も一緒かもしれないですね。おお、結構ね、ありますよね。そうです、まあ。ライブハウスに関してはまだまだね、まだありますはい、強いですよね。楽しかったですね、本当ね。もう夜ね、遅くまで。はい、青春してました。 うんまあ、いろいろな思い出話があるんですけど、はい、何か他にありますか、特にはそうですね、やっぱり,です、ねまあ、やっぱりみんな暑いんですよね、まあ、あの頃、はいえー、でもちろんあのあのアメリカ人もです、ねまあ、乗ってけ、ねうんはい、喧嘩したりですね、はい、でまさにあのテレビを見るような感じ、はい、あの昔のあれがあったじゃないですか、あのえー、ウエスタンあの映画とか。 セーブ劇、喧嘩してるじゃないですか、こう殴り合いあのシーンがそのままですね、目の前で、すごいですね、で、このバンドしてるメンバーが、もうやめろ、やめろ、やめろ、お前、帰れ、出れとかですね言って、もう喧嘩殴り合いですよ、もう殴り合ったら、そこでガラガラガラって、ですねコップが割れたりまあそういうのもあってですね。 でまた私,、まあ、私がディ、まあ、スコで踊り疲れて車で、でで仮面してたんですよ、はい、そしたら、ミッドナイトの,その駐車場のそばで,です、ね、<ー>女性ど、はい、うこが殴り合いしてたんですよね。なるほど <laughs> いや<ー> <laughs> 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 まあ女さん僕はもう田舎からね遊びに来てますから街は怖いなと思ってですねもう女,が女同士で殴り合いをしている風景をですね見てこれがまあ思い出なんですけどねあやっぱり街の女は男取り合って怖いなというこのあの少年の頃の思い出がありますね。 F M ね、FM 小座があるところの横が330っていう国道じゃないですか、うん、ここの国道よりこの FM 小座側に。 行くなって、うん、昔ここら辺に住んでた人が言わまあゲートに近い方ですよね、うん、国道を挟んで、この国道を渡って向こうには行くなという<ー>女の子にね、女の子はそういうことで、あ<ー>あのこの辺の近くで歩いていけるような、うんえー、とこに住んでた人たちは、その当時は、あのこの国道を渡ってこっち側に行っちゃだめだよって、こういう時代があったっていう話ですね。だから、ね あの昔からこの辺に住んでる人でも結構こっち側のいろんなお店を知らない、うん、逆に観光客の方が知ってるそうですねっていうことが実際にあったりしましたこっちに住み出してからいろいろお話ししたりする機会が、ねうん、あって、うん、それであの本当にもう、ね、ちょっと歩いたらここまで来れるような方々がちょっと同年代か少し若いぐらいの方でもお話聞くと。 あのここう渡っちゃいけないって親に言われましたってはい、うん、こんな時代があったそうです危ないよって向こう行ったら何,何があるか分かんないよっていういこんな時代だったそうですそこを勇敢にそうですねはい。<laughs> さんは <laughs> まあ僕ら楽しかったですよ <laughs>、うん、で僕ら二十歳ぐらいの時代にですね、うん、あのバックポイントってあの,あのこうシャツっていうかあのこうドレスあシャツの後ろにですね、はい、ソールインゲッーゲット ゲッ,トインゲットアップソウルインディスコとかですね、うん、なんかいろんなこう、変いてですね、変、うん、いてっていうか、刺繍して、ええ、それで5人でこうステップを踊ったり、<ー>そういったチームもですね、はい、作って遊んでたんですよ。ディスコ全盛、はい。そうでですすねねディスコ全盛、ね、はい 昔は自由に踊るんじゃなくて、はいうん、この曲がなったらこのステップって決まってたんです全員が同じステップを踊るっていうのがあったんですね一、はい、曲で<ー>、うん、それがなんか知ってるのが2みたいないつも来てる人はなんかこの曲がなったらこの踊りだぜみたいな感じで揃った踊りする時代があったんです,そう,です、ねはい、そうなんですか今も名残少し残ってますよね夏比べいクとはいはいそうですか 思い出ます。好きないですね。うんうん、それではもう一度コマーシャルお送りします。イベ <laughs>、はい、ニングアーベニュー生放送で f んからお送りしております。 はいイブニングアベニュー FM コザから生放送をお送りしております時刻6時45分もありましたここで FM コザより年末年始の営業についてのご案内です FM コザでは12月28日月曜日から年明けの1月3日日曜日までお休みさせていただきます、えー、今年の生放送は12月26日日,日曜日午後11時の「イ度のラップトゥゴ号」までとなります 来年の生放送は1月4日月曜日、えー、朝8時のマイオアシスが始めとなります F ・ム小座がお休みの間は収録放送音楽をお楽しみください2016年も F ・ム小座をよろしくお願いします以上 F ・ム小座より年末年始の営業についてのご案内でしたそうなんですよこのイブニングアンベニューも来週で生放送は終わりですね今年最後ということになりますなるほどもうね、はい、年末なんですね そう、なぜこの女村の2人と自分がつながったというとです、ね、<あ>以前、あと今年の3月まで、その同じくフェムウるま,まで放送されていた月曜日の夜7時半にやっていた、ひろしの部屋という番組のリスナーだったんです、はい。それのつながりなんですよね、はい、実は。はあうんい 喋ってる人が変わっちゃったみたいな。<あ> <laughs> つけたら変わってたよみたいな。<laughs> こんな感じでしょうか。でもちゃんと、ね、広瀬さんと山城さん、二野、うん、さん、ね、マッはマ、い、トたちが、うん、そうですね、つながりましたからね。はい。うんはい、そのまあ広瀬さんは今年の2月にもこのイブニングアニメリにも出ていただいたんですけども、はい、ついにですね、うん、念願の、はい。 ミュージックバーを昨日開店させたそうでそうですねはい私ももう早速昨日ですねチャーリータコースでこうお土産を持ってなるほど行きましたよはいはいお客さん自分含めて六人しかいなかったですでもまあまあまあねはい。おめでとうございますありですねいい感じイエーイイエーイよかったよかったそうですね長年の夢ですからねはい。まあそのお店は リバーストンビルにありますすそうでね海沿い四階で海沿いですね海沿いのビルの四階港のそばでね駐車場も十分ねまた止められるしいいとこですね中ではレコードがかかっておりましてまああの歌うというよりは音楽を聴くということを中心に。 売り出していくみそうですね、FM ルーマの生版みたいな感じですよね、ヒ広シの部屋を生で話聞けるみたいな、こんな感じでしょうかディープな感じになるんでしょうかね、なんかレコード版も聞けるような雰囲気でやってるそうなので、このレコードを今、家にプレイヤー内容という方なんかはね、かけてみたいなという場合はいいかもしれませんね、大音量で聞いちゃえみたいな。 ね家ではちょっとちっちゃくしかかけられないけどガンと言ってしまおうみたいな時もありかもしれませんね。持ち込みオッケーだと思いますよ。多分ね、はいえー、LP 版、EP 版ね、えー、ぜひ持ってこれ聞,き、ね、聞かせてくださいって行くのもありかなと思いますよ。うん、ね、はい、そうですね。はい。はい、あツイキャスの方にコメント出てます。すね、沖縄大好きさん。告知を聞くと時間の速さを感じるな。あ先ほどの年末年始の、はい、営業の写真ですね。うん、そして。 和樹さんの番組に出るゲストさんって、一輝さんとつながってて、すごいですね、そうですね、あのゲストの方が結構、やっぱりあの、人を知っているというか、こう、なんだろう、友人だとか、そういった、まあ、本人の仕事だったり、社会活動だったりで、そのつながりを、まあ、自分は利用してると言ったら、悪いですけど、うん、<laughs> はい、たまたま、はい、あの、いろんな人とつながったという感じで、そうですね、すね出会い、うん そこまで一つがってるわけじゃないうですねありがたいことに。出会いですよねそしてユーキーさん、沖縄市のディスコどちらに行かれてたんですかという質問ですね。えミッドナイトというところが多かったですね。これは何年代ですかえですから、もう80年代ですね。80年代ぐらいですか。デュラン・デュランが流行ってた頃ですね。わかりませんけど、言ってみました、ちょっと。そうですね ステップも流行ってですね。あ良かったですよで。私が90年代行ってた頃は、うん、90年代にはあのピラミッドってなワピラミッド全盛って感じでしょうかね。で、あの那覇の方ではザバレスっていうディスコがね、うん、ええー、まあ2代。2> うん 大箱ということで、大きい箱っていうことですね。大箱ということで、ビップルームが奥の方にあってみたいなこんな感じですよね。あのちょっと静かな会話をしたいときはビップルームに行くみたいなですね。こんなスペースがあったりしてですね。そうですね。バブルの絶頂ですね。バブルでしたね。はい。ね、そんな時代がありました。内庁の方ではあの何が有名だったかな。あのとっても有名なとこが今名前出てきませんけれども、あの。 ありましてそれが前世の頃にこっちではそれじゃなくてみたいな形でこの2つが2大ディスコみたいなジュリアナジュリアナジュリアナ時代ですねそうですねその時代ですねどんどん変わっていきましたねこんなとこですねゆきさん OK ですかはい番組の放送もですねあと5分ほどになりましたけどもお キャス、沖縄大好きさんから考えたら僕にとって今年は新たな出会いと別れ再会のあった年でしたということでいろん,、ね、んな人にとってやっぱり1年いろいろあるんですね出会いを大事にですね <laughs> はいあのまあ5分切ったので何か告知したいことがあればどうぞ <laughs> どんどん話していただいていいですよえー いいはい、まずは、ひろしの部屋、はい、これあの、もうオープンしてるけど、いつ開くかわからんからあの、ね、アンテナ貼ってもらって、あの、ね、多分ね、フェイスブックとか、こういうので、あの情報は、えー、仕入れることができると思いますので、えー、徳地さんですよね、徳地さんね、はい、徳地さんがやってるひろしの部屋ね、ひろしの部屋ね、ミュージックバー、えー、ぜひあの、ね、皆さん、えー、お誘い合わせの上、 LP 版、EP 版持ってきてちょうだいと、はい、いうことで、でね、あの成り代わって、うんえー、紹介しておきたいなと思いますね。はい、それとあの、まあ、夢を見続けることっていうか、ですね、まあ、本人がもうずっとずっとこうやりたいとかですね、あの思ってたので、うんえー、皆さんもそういう情報交換です、ね、あの夢自分の夢に対してです、ね、情報交換できる場でもいいと思いますね。そうですね、はいうん、あとは、はいあの FM、ウルマの ねいうこと言っときましょうかね。はい。いいですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。F.M. ウルマねの方でもあのこの二人がパーソナリティとして番組やってますので、月曜の夜の8時から30分間だけはちょっと時間ください皆さん。テレあのミュージシャンのゲストも募集してますね。そうですね。どんどん来て。はい。手術つなぎでね、いろんな人来てもらいたいなと思ってますので、はい。生放送で。 はい、やっているそうですでもちろん小沢の番組もありますので、はい、その時間聞き逃した方はちゃんとあとね動画で確認してくださいね小沢の番組をはいユキーさん最後に「本土と沖縄のディスコで流れる曲ってだいぶ違いますか?」ということでうん、うん、まあ当時のことですかねええー、そうですねええー、まあでも一緒ですねその頃のねあのそうですねええー、映画でもジョン・トラフルタ うん、っていうことがあるので、まあ、うん、もうその子らいはも全国共通の曲ですね。はい、うん。うん。うん。まさに、いはい。ああ。シーキャス沖縄大好きさん、小里とるま、楽しみたいと思います。だって沖縄大好きですから。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。<laughs> ありがとうございます。はい。はい、えー、っと。じゃあ、最後にですね。あの。山城さん、なんかゴルフがお好きなんでしたっけ。そうですね。はい、もう。 毎日練習してますびっくりしたのがあの山下さんが勤められている職場の方のホームページの実はちょっとしたんだろう仕掛けが仕掛けっていうか裏のページがあってそこは一緒にゴルフ回りますよだとかそうあと夜のお店こういった音楽を楽しめるお店知っているのでそういうのをガイドをしますみたいな感じで。 案内したらね、あのもうえー、80%から入れますから <laughs> あの、ディープな,な、ね、小座を、はいいや。やっぱりそういったね、うん、いろいろ、ね、一つのジャンルに詳しくなるっていいなと思いましたね、<laughs> ああいうの見て <laughs>。<laughs> <laughs> で,でも楽しみながら楽しんで、まあね、趣味と遊びもあでもね、仕事もできたらいいと思いますね。 ニ野さんの、ねうん、今後、目標というか楽器、音楽披露する場とかありますすか、うん、そうですね今すぐこの予定というのはないんですけど<な>あの実はあの今ね、観光の話ありましたけど私も実はあの沖縄市の観光ガイド。 なんですよ。そうだったんですか。え知らなかった。なので、まあ、ね、なかなかちょっと仕事の関係とかで、えいけないことが多いんですけども。ガイドも。やったりしてます。皆さん、これから、あの、バンド練習ですね。うん、そうですね。ああ、そうです。年末に向けて。はい、じゃ、もうね。じゃ、よろしくお願いします。第二回で呼んでくださいね。そうですね。番組が続いたら、呼びたいね。 はありがとうございます、はいはい、AM 講座この後日曜日のプライムタイムこの夜7時からは子供の島キラキラ8時からは SPC がお送りしますこの後も周波数 76.1MHz でお楽しみくださいそれではまた来週お会いしましょうリスナーの皆さんにとって素敵な週間になりますように